主力が見えた。来週主力、来週主力、シュート、シュート、いやいや、あの試合勝たないとやばい感じでしたね。そう、さあ始まりました、カタールトゥーナ対 FC 相模原。この一戦は自分たちの中でも大切な試合でしたね。小田さん、選手入場です。今日は、今日の解説は宮城天斗、福岡監督でお送りします。よろしくお願いします。いやちょっとこの試合勝たないとやばい感じでしたね。そう、予想フォーメーションでご紹介します。全然フォーメーション当たってないですね。もうほぼバラバラです。ゴールキーパーは岡、ディフェンスは八木下、リンゴ、まあでも、あれさ、登録上だったらこうなっちゃう。外町は稲葉と花井、これ当てられたらすごいですね。だって最初の解説の人たちも試合見ましたけど、翔くんがなんか前にいたけど言ってましたね。ずっとボランチ扱いしてて結構びっくりしましたね。気づいたら相手は僕が知ってるのは和田正史、そして2バランチは神の23、大卒の年ですよ。ユースマリノスでめちゃめちゃ、めちゃめちゃ有名でした。弟、僕の弟、僕の代なんです。富士さんは今日は起用されています。他のメンバーは伝説変わりません。あ、このシーンは得点シーンですね。あ、ナイスヤギくん。ここで俺がなぜか中に入ってきて、いいトラップ、得意のダブルタッチ、おい、で、このシュークが見えた。ナイスシュークが、熱い抱擁です。で、ここで俺がみんなにハイタッチを求めるが、誰もハイタッチしてくれず、ヒロ君はなぜか無視です。うまかった、これ。ナイスシュークが結構あれだね。そうそう、これ、これまた、またっすよ、と。うまかった。あ、これも、これは、うん、これヒロ君誰出したやつ。そうね、このパス見て、あ、これオフサイドじゃないです。え、翔くん、このシュートしかしません。うまい、うまい。多分全員分かってましたね。そうね、誰もがループすると思いましたね。完璧なんだ。翔くんも言ってましたね、あれしかできないって。あ、これ言ったら、マジっすね。マジっすね。まあでも、どれも完全ですからね。完全ですか。何でもできましたね。え、このシーンは作っていきたいところです。これはあれか、あ、俺のカウンターだ。宮城のカウンター。そう、ここでシュークが取られてたけど、あ、ナイスヒロヤ君。オフパス、独走です。スピードで行こうとしたけど、まあ無理で。このナイス切り返し。このキック、うまい。あー、クソシュート。よくやるよね。やりますね。なぜ打たない。ヒロヤ、なぜ打たない。これうまい。この切り返し。おー、いい。深い。でも、いつ、シュートラインなら決めてましたね。そうだね。いつも決めるけどね。そう。かしちゃいます。シュートに一番前に下げました。ここはもう一度久保田へ、左足です。縦の台につながった。あ、これ俺が見つけて、ナイス、岡君うまいっすね。キャッチしちゃいますか。安心感です。ポジショニングがいいんだろう。ここ、あ、あ、来た、珍しいやつ。あ、僕が、あ、キルされます。キルされます。もう疲れ切って倒れてます、あそこで。これうまかった。これうまかった、シュー君。寄って、引いて、しましたシュート。シュー君ならゴールで流すかなと思います。そうだね。練習中でもそれはないんですか。コースね、楽しかったですね。これフェストラーハットリックスもんね。そうだね。前を向こうというところで、また富山のボールになりますが、後ろから、久保田来た。宮城戻るのが遅い。胸で合わせる。いや、ここの人強すぎよかったね。だって、シュートだ。そうそう、俺と身長一緒で体重20キロぐらい違いますね。すげえ、すごいですね。まあ、あの優位が入ってきた時間帯ちょっと嫌でした。そうだね。あ、これはあれだ。あ、これ大谷翔来た。これは、あ、大谷翔びっくり一転しました。大谷翔、ここはシュートでしょ。シュート、シュート。いや、運が良かったっすね。はい、ちょっと、はい。でも、大谷氏、さすがシュートっすね。そうね、ちょっと、やっぱ見せた。言ってましたね。嬉しそうですけど、絶対内心、しかしがってますから。これ、自分で見たら、ここ、ちょっと外して、タッチミスって、中に変えましたね。いやー、大谷君、行ってよかったよ。ここで試合終了。3-0っすね。よかった。よかった。結構。
ちょっと悪い、終わりの試合の終わり方とかしてるじゃないですか、それで0点も抑えられたんで良かったし、もう8月入って2戦目でやっとかったんで、僕は練習していきたいですね、うん、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。